ちゃんのおかげだよ。君がいたから僕は帰ってこれた。そうですか。ああ、本当に助かったよ。じゃあご褒美ということで子作りしましょう。おお、なんで？あの、どっちが褒美なんだか。っていうか早くしまいなさい。はしたない。おっぱい開いちゃった方がいいですか。やめい、お母さんが悲しむぞ。そのお母さんが言ってたんですよ。え、好きな男の人ができたらすぐ股を開いて逃がすなって。なんという間違った教育。というわけで、いやー、もう何恥ずかしがってるんですか。私なんか、ほら、ちょっとは恥ずかしがって。お願いだから。子作りはお父さんすぐ逃げちゃいますし。大丈夫ですよ、空の雲を数えてる間に終わるって言いますし。それ男のセリフ。さあ観念してください。話があったのだが出直すか。そうね。待って、話聞きたい。